稲林は愛知県豊川市の観光マスコットキャラクター。豊川市宣伝部長にも就任しており、事実上は同市のオフィシャルマスコットでもある。豊川市観光協会が町おこしの一環として地域の名物である稲荷寿司のブランド化を打ち出し、豊川市観光協会が制作したと思われがちだが、地元の方の国青年会議所が、 豊川稲荷寿司のシンボル的なアイテムを作れないかと、マスコットキャラクターのデザイン工房、およびそのマスコットの着ぐるみの制作を行い、全国から集まった900点の作品から選ばれたのが稲林である。2009年11月のイベントでお披露目された。なお名前は、三河弁で、稲荷寿司、食べてくださいを意味する、稲荷寿司、食べンから付けられた。性別は男の子。 狐とイナリ寿司とが融合したようなキャラクターで、背中からは油揚げに詰められたシャリがはみ出そうになっている。2011年2月に以下の3曲がイナリンの歌に認定される。このうち土星さんの大好きイナリンは DVD にされ、市内の幼稚園、保育園に配布された。2018年3月、新たな工房により6曲がイナリン応援ソングに認定された。 同17日に第4回イナリンピックと同時に開催された第1回というかわみに音楽祭にて披露され、すべてが観光協会の公認課となる。このうち、天野正春さんの振り向いて、イナリンは公認課としては初の音楽配信がされ、音楽配信サイトからダウンロードができるようになった。また、関東のイベントステージで聴くことができる場合もある。 執筆時点においては公式なダンサーとはなっていない。もともと、イナリンのプロモーションビデオ作成時に、ダンススクール t c スプラウトが、イナリンの歌を歌うコード G の呼びかけにより作った50人ほどのダンスユニットである。名前の由来は、イナリンの3文字と50人近いメンバーの数から来ており、命名者はプロモーションビデオ撮影において AD を務めた女性である。 48インドルピーは2011年7月24日の稲荷楽市における公開撮影においてデビューを果たした。2011年8月19日に稲林の歌であるラップザイナリンのプロモーションビデオが完成。稲荷寿司で豊川氏を盛り上げたいの HP にて公開されている。内容は ZIP FM ミュージックナビゲーターの小林拓一郎が 豊川市に観光に来た際、謎の力により、豊川稲荷に引き寄せられ、そこに現れた稲荷が、豊川稲荷やその門前を紹介してくれるというもの。最後は、夢落ちのようであるが、夢落ちではない。稲荷の歌を歌う、コード G 及び、48インドル P、商店街の方々、観光に来ていた方々、豊川市が本拠地のインターネットテレビ局、 豊川観光協会等が力を合わせて制作した市民制作の PV である。ありがとうございます。